俳優、伊藤沙里が主演を務める、連続テレビ小説、虎に翼、月曜から土曜前8時 NHK 総合。土曜日は1週間の振り返り、月曜から金曜前7時30分 NHKBS、BS プレミアム 4K の第49話、6日の場面カットが公開されている。写真、虎子と雄造の新婚書や、並べた布団の上で、前回は、 民法が改正されれば多くの人が混乱すると語る神保、木場克実。トラコ、伊藤沙りは花江、森田美里、を思い出し、強く反対意見を言えない。トラコは広く意見を募るために、婦人代理士、立花幸恵、伊勢志摩、らの集まりに参加するが、自分は一度弁護士を辞めたということから後ろめたい気持ちを感じてしまう。狭い放送会。 トラコは民法改正の委員をしている穂高、小林薫とばったり再会する。今回は、ホーナー、ブレイク・クロフォードから子供たちにとチョコレートをもらったトラコ、伊藤さりは、公園で花岡、岩田武典に再会する。花岡は東京地裁に戻っており、判事として主に食料管理法違反の事件を担当しているという。トラコは自分の弁当を思わず隠すが、 花岡は堂々としろと微笑む。その夜、猪爪家に駆動、沢村和樹とホーナーがやってくる。